前回のあらすじ。原西のギャグが、意外と受けた。あ、どうもみなさんこんにちは。めぐりが丘高校3年 C 組、竹谷ゆきだよ。なんだ今の自己紹介は。ご本、自己紹介だけど文句あんの？文句というか、そもそもお前ゆきちゃんじゃないだろ。まあまあ、固いこと言わないでマリサ。原西のギャグみたいなもんですよ。ライライラライ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 ラ。うるせえ。殴ったね。マリサったらひどい。親父にもぶたれたことないのに。じゃあ、今回もパトロールからやっていくとするか。なんだこいつら、また変なのがうろうろしてるよ。ではこいつらを駆除しながら、いただいた支援への紹介をやっていくんだぜ。じゃあまずはこちらから。これは二つとも、ロケットランチャーで吹き飛ばされた時のやつだな。左はプリキュアのビューティーブリザードで、右は坂本が飛ばされてるやつだね。ブラックライシーヤさん、迫力のある絵、ありがとうなんだぜ。次はこちら。これは、霊夢の絵だな。数字のところをよく見てよ。あ、数字の3が、うつ主の顔になってるんだぜ。細かいところまで、遊び心を感じる絵ですね。感激。鳥宮光さん、3万人祝いの絵、本当にありがとうなんだぜ。続きましてこちら。あ、これはクラッカーを鳴らしてる私だね。クラッカーの紙吹雪に、カエルやスライム、そして私も書いてあるんだぜ。私もすごく可愛く書いてあって、とっても素敵。クラッカーの音が聞こえそうなくらい、めでたい感じが伝わってくるんだぜ。赤マットさん、素敵な絵、本当にありがとうございます。他にもたくさん来てるんだぜ。皆さん、本当にありがとうございます。こんなチャンネルだけど、これからもよろしくなんだぜ。いやー、なんだか冷やし中華が食べたくなってきましたね。冷やし中華、冷やし中華、はじめまりさー。ところでさっきから、なんで車のドアを運んでるんだ。逆に、なんでだと思いますか。なんでだろう、こいつらめっちゃ邪魔してくるよ。霊夢捜査官、先にこいつらを片付けるんだぜ。了解了解。貴様らに、このロケットランチャーをお見舞いして。さーて、本気を出しますか。どうなるか早く見せてくれ。まず車のドアを持って、トランポリンに乗ります。なんと、チャーシューを使わなくても、高く飛ぶことができるんだよね。お、これはすごい。どうやったらそんな発想が思いつくんだ。じゃあ今回だけ、特別教えてあげましょう。絶え間ない努力と、ハートだよ、ウザ。せっかく高く飛んだので、あそこに突っ込みたいと思います。もし外したら、落とし前はつけてもらうぞ。もし外したら、肉なり薬なり好きにしてください。今の言葉、忘れるんじゃないぞ。新人、目的のエリアに侵入したっす。そのエリアの最上階まで行って鍵を取ってくるのだ。了解したっす。我々の計画がうまくいっているのも全て君のおかげだ。感謝するぞ。気にするな。私もあの連中が嫌いでね。それだけのことだよ。クッ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 ク。こんなとこからどうやって上まで行くんすか。あれ、あんたはこの前の。あ、どうも、その説はお世話になりましたっす。ここで何やってんの？上まで行きたいんだけど、どうやって行けばいいか考えてたとこなんすよ。あ、その背中のロケットランチャーを使えば、もしかして行けるんじゃないかな。こんな感じっすか。じゃあ。うわうわ、本当にうまくいくとはげふんげふん。なるほど、これを使えば、上まで行けそうっすね。ところで、上に何か用事でもあるの？鍵があるみたいなんすよ。それを上司に取ってこいって言われてるんす。ところで、なんで親切にしてくれるんすか。マリサがね、困ってる人を見つけたら助けてあげなさいって。お前たち、いいやつだな。どうやらここが、最上階みたいだよ。なんとか着いたっすね。あ、奥に何かあるみたい。
庫。これってもしかして、トイレ、ですかね。それより鍵はどこっすか。わかった。これって、トイレじゃないですか。イコール、便器なわけ。つまり、便、器。なんちゃって今のは聞かなかったことにするっす。っていうことがあったので、親切に教えてあげました。教えちゃダメだろ。そんなことより、この格好を見てよ。なんだその格好は。お前はマリオも知らんのか。お、いかんいかん、そろそろ時間だぞ。ということで、今回はここまでなんだぜ。次回は、マリオカートでもやろうかな。それではここまでご視聴、ありがとうございました。バイバーイ。